まあ、そりゃお前捨てられんだろうっていう人もいると思うんですよ。ダメ男の特徴っていうんですかね。そういったものがあれば。あと、別れをちゃんと受け入れられていないというか、彼女の気持ちと全く違う視点で見てるっていう。元カノの話だよねっていうぐらい、こう、ね、現在進行形で話す人いますもんね。そうですね。別れたって聞いたよねっていう。なるほどね。そういう人はでも下手するとあれですね、気づかないうちにストーカーになっちゃったりするかもしれない。女性にとって、熱い思いってたまに脅威に変わるんですよ。もう終わったっていうふうに切り替えてるのに、そこをしつこくされると、だんだん怖い人に変わっていっちゃうんですよね。女性はドライなとこありドまラすイっかてらことですね。ね。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。